地方サッカー日本代表さん、今度はこの選手も怪我で不参加に。サッカー日本代表は公式で次のように発表した。11月16日と21日間に行われる FIFA ワールドカップ26アジア2次予選兼 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選に臨むサムライブルー日本代表において川辺駿選手が怪我のため不参加となりましたのでお知らせします。残念すぎる。期待してただけに残念。追加招集はあるのかな。浦和の伊藤選手も恐怖症、交代したし中盤の追加招集必至ですね。今のところ板倉、旗手、中村、川辺、あと最新だと前田と森田も怪我らしい。なんとかアジアカップまでには戻ってきてほしいな。中村浩介、橋岡大輝、ダニエル・シュミットも怪我した。佐野海舟の出番だ。陽太郎の出番では小川幸輝を試してみませんか。離脱きついな。追加招集あるなら脇坂、立花、打根のあたりみたいです。さて追加で誰呼ぶかな。もっかい川崎は奥抜き呼んでほしい。なんなら富安と三笘も外してくれ。鳥世代呼んでほしい。もう山本呼んでよいで、パナスタヤス。